古典落語の小別れを演じました。小別れっていうのは長い話で上中下とありまして、私は今回は中と下をやりました。本当は上、これは話の中にも出てまいりますけれども、お弔いに行ってその帰り吉原に遊びに行くという話で、今ほとんどやる人はいない。私の師匠談志はこの上の部分が大好きでしたね。で中と下はほとんどやらなかった。で私が若い頃から、お箱でやっておりましたんで、どういうわけだか晩年、中と下を談志もやるようになりましたね。まあ、そんな思い出もございますけども、まあ、この話は本来はものすごい締めっぽい話で、それは名人の圓生師匠のね、三遊亭圓生師匠の話を聞いていただければ、それはもうテクニックから何からそれはもう、かなりの差があるんです。太刀打ちができない。だけどね、陰気な話なんだ。もうずっと子供もメソ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 最初から泣いてるんですね、子供が。でそれがね、いくらなんでもたかが3年ですよね。拉致、被害者の家族とか何十年も会えなかった、そういうドラマが世の中現実にあるじゃないですか。それに比べてわずか3年で、ね、それをどうですかこの人情話をって現代にこうやってもね、私はもう通じないんじゃないかなと思ってるんで、だから夫婦のラブストーリーに変えました。普通はこれはもう男尊女卑の世界の話だから、女房の方が本当に、すいませんでしたってこう頭を下げる。だ一切あなたの顔がどうのこうのなんてことは言わないです。もう一回一緒になってくれないか。はい、その言葉を待っておりました。でこれだけなんですね。それはもう本当に男尊女卑の世界なんで、私はこれは対等にラブストーリーとして成立させるには、この方がいいだろうとで作り変えました。それから子供がずっと生意気だっていうのは、これは晩年の談志がやってました。もう癌で声がほとんど出ない、出ないんだけど小別れをやるときに子供が一回も泣かないんですよ。最後までずっと生意気。それ見た時に衝撃を受けて、あ、こんなやり方をするんだと。それで男子の、子別れの子供をヒントに、とにかく生意気な子供にして、ただ男子と違いを見せたのは最後の最後に泣かせようと。ずっと泣かなかった子供が最後に爆発して、夫婦が元に戻った、そこで泣けば、これは人情話としてもかなり、いい感じになるだろうなと思って、それから途中私の場合はラグファンは八百屋の志らくと呼ばれるぐらい八百屋ポン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 出る。これは私のオリジナルの演出なんですね。名人の古今亭志ん生師匠が一箇所だけ「おい八百屋」って言って、八百屋が聞いてるというフレーズが一箇所だけ入るんです。で私はそれを聞いて、あ、この八百屋を少しちょっと、面白く使えないかと。で何遍も登場させて、最後、子供は夫婦のかすがいっていうのを、この第三者のずっと客観視していた八百屋に言わせた方がオチが決まるであろうと、それで八百屋を最後うなぎ屋の2階に登場させた。これも全くの私のオリジナルでございます。まあ20代後半からずっとやり続けている小別れではございますけども、年々自分がいろんな経験を増すことによって、この年になってくるとだいぶ説得力のある小別れになってきたとは思いますね。まあいろんな人の小別れを聞いてみてください。全然違う小別れでございますので、ということで小別れの解説はこれにて終了でございます。